ソビエトのエレーナ・ベチケ、デニス・ペトロフの2人です。まずデススパイだったら、さあリフトダブルツイストですね、きれいに決まってます。ジャンプダブルアクセルは決まった。回しましたね。ただ下の男性はですね、回転数が決められておりますので、女性だけですね回すのは。スパイラルステップシークエンスです。場内から拍手です。フィニッシュは肩に担いででした。ソビエトのベチケ・ペトロフの2人。アバの曲でヒットしましたマネーマネーマネー。89年の世界第3位。宮崎さん、なかなかいい演技だったと思いますが。そうですね、大きな減点は、ほとんどないと思いますけれども、全体的なプログラムの中でですね、スピードがちょっと足りてないかなっていう感じはしますね。これは最初のソロジャンプダブルアクセルですが、降りた後もですね、2人ともポジションも同じ、それからスピードも同じという非常にいい形で降りてきてますね。これはオーバーヘッド。今だいたい女性を上から下ろすときに、ひとひねりするというか、ひと工夫してみんな下ろしてきますけれども、やはりそういうのが必要になってきてますね。24歳レニングラード生まれのエレーナ・ベチケさんと、22歳学生レニングラード生まれのデニス・ペトロフ君、ともに6歳からスケートを始めました。女性のエレーナさんは編み物が好きだといい、男性デニス君は読書が趣味だと話していました。表情を見ますと、まずまず納得のいくというような表情ですがね。そうですね、さあ得点が出ました。まずエレメンツ 5.5 5.8 5.4 5.6 5.4。1番ジャッジがソビエト、2番がオーストラリア、4番ジャッジが日本の池田さんです。やはりちょっとスケートがですね、スピードに乗ってなかったっていうようなところがですね、基礎点自体が低くなっちゃったんじゃないかと思います。
プレゼンテーションが出ました。